なんだよ急に呼び出して、うん、今日はね腕自マスターのかけるになんとスペシャルなチャレンジャーが来てくれてるんだ。俺に？そう、まさに今日は腕自マスターのかけるを打ち倒すためにね、何、みんなも知っているあの超有名なチャレンジャーが来てくれたんだよ。誰だよ。じゃあご紹介しよう。高橋名人です。どうぞ。はい、いや今日ははるばる来てくださってありがとうございます。高橋名人、ありがとうございます。どういたしまして、もう今日はバトルガンガン感動しますよ。ガンガンも気迫がすごいもんね。かけるだって、かけるもやる、俺だって。名人は腕自慢のことはどうですか、知ってますか？知ってますよ。なんともう俺連射にかけてますからね。そう、名人といえばね16連射、有名なね16連射の異常がありますから。ちょっとね今ね年だから。そうなんですか。そうなんですか。いやいやいや、そんなにないんだけど、でも130ぐらいはいけると思うよ。すごい、10秒でね。これでも十分すごいですよ。腕自慢にもね連打で戦うところありますから。あるな。これはねすごい伝説が見れるかもしれませんよ皆さん。かけるもうかうかしてると腕自マスターからやられちゃうよ。腕自マスターとしてはたとえ連打でも負けてられない。腕自慢に関してはな。おなんとこっちも気合十分ですね、うん、じゃあ早速このね、スペシャルエキシビションバトル始めていきたいと思いますよ。いくぞ、異次元バトル。高橋名人に挑戦、腕自慢スペシャルバトル。さあ対戦の準備が整ったようです。始めていきましょう。腕自慢スター×高橋名人のスペシャルバトル。さあ早速ステージをセレクトしてください。セレクト、ランダム、ランダムで。あ、今回ディープブルー海のステージになりました。さあ、お互いの編成を見てみると、両者ともに大将が上杉謙信、上杉謙信当時の編成になってますね。まねっこだ。おまねっこ、まねっこしたのか。まさか名人に言いがかりつけられるなんて。さあ、制限時間が迫ってまいりました。さあ、配置ができたらスタートしますよ。さあ、配置 OK でしょうか。さあ、できました。いくぞ、偉人バトル。さあ、行こうぜ。世紀の大バトルが始まりました。まあ、大将はお互い上杉謙信ですけれども、お供の、はい、編成は結構違うみたいですね。俺はね海が苦手なんだよ。さあ、まだお互い接近はちょっとぐるっと回って迫っていきますね。さあ、大きな画面で見えているのは、高橋名人の ES の画面ですね。さあ、名人を、お、ね、ちょっと大将を逃がしながらエネルギーを回収していくような。お、ここで、ここでかけるが一気にマシンのスキルで、マッハのスキルで一気に追い上げていったようですよ。さあ、最初の一騎打ちです。じゃんけんバトル先を制するのは、名人のアタックスロット。さあ、名人の攻撃、アタック、かける、お、かけるガード、素晴らしい。やろ、とこれを防ぎました。さあ、だから HP 的には圧倒的に名人の方には分がありますね。よっしゃ、ところはよし、お、ここで互角バトル。さあ、今回の互角バトルは連打。お、早速の連打バトルが始まった。さあ、どうだ。さあ、どうだ。連打、連打といえば高橋名人だが、この勝負は、お、さすが、さすが高橋名人、負ける気がしない連打でした。さあ、アタック、かけるはこれをスキル、スキル、まずはダメージ、まだギリギリ耐えた。さあ、ドームザパイレーツ、これで攻撃力が上がる。さあ、次で大きなダメージを与えに行くのか。さあ、3手目は再び互角バトル。さあ、次のこの連打、かけるはここで巻き返すことができるのか。どうだ。さあ、すさまじい連打だ。どうだ。お、ドロー、ドロー、すごい、かけるが名人の連打に追いついたぞ。お、すごい、これはなかなか勝敗予想できなくなってまいりましたよ。ちなみに俺の武蔵いいやつだから言っとくけど、どういうか、そう、激流バージョンだね。シークレットの激流バージョンの武蔵、攻撃力がむちゃくちゃ高い。みんな知らないだろう。さあ、再びフィールドバトル、お互いちょっと距離を取りつつ探り合ってるようだが、さあ、先に仕掛けるのはどちらか。お、名人の大将、届かない、名人の大将をかけるわけに追いかける。追いついた。お、次は武田信玄。再び名人の大将上杉謙信に対して、かけるは武田信玄で挑みます。さあ、1手目は互角バトル。なんだ。さあ、再び連打です。どうだ。さあ、だいぶ体力を消耗する戦いになってきましたが、さあ、今回3回目の互角バトル。やはり名人の連打は強い。なんかかける追いつくことができないが、あれ、ずれた、アタック、名人クリティカルかと思いきや、お、ここかけるガード、素晴らしい、今ステージできました。さあ、再び2手目のバトルはどうだ。またしても互角バトル続きますね。互角バトル、さあ連打ですよ。
もうなんか体力勝負みたいな感じもしてきますけどね、こうなってくると。さあどうだ、今回も名人の勝利。かける名人に連打で駆け抜けるのは厳しいんじゃないか。おスキル発動、名人スキル発動、ドラゴンインパクト、インパクト、さあダブルアップ、さあ大ダメージにならません。 まだ耐えたが、かけるは次の一手で信玄やられてしまうかもしれないが、この勝負かかってるぞ。互角バトル続くね、互角バトル。さあ連打です。さあもう体力の続く限りお互い連打していくぞ。どうだ、やはり名人かけるはもう息が切れている。名人はまだだいぶ涼しい顔ですが、さあスキル、スキル発動。あ、まだかける耐えたね、まだ耐えた、引き取りちゃった名人も本気の戦いをしてくれているようですよ。さあ優勢、ここはまだまだまだいける、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 まだいける。さあ、お、スキルは大将で狙っていくようだが、どうださあ行くぞ。おっと、ここは名人が逃がすと思ったところで、さあまた武蔵、さあ先ほど触れたシークレットバージョンの激流、武蔵激流ですね。さあ再び名人の大将捉えました。 HP の10倍の差がある、やばいね。かけるの、かけるの武蔵はもはや一撃でやられてしまうかもしれない。よし、ここで名人がアタックすると、回避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 。さあ、名人のアタック、かけるスキルだが、さあ名人はかけるの音を見ると撃破しました。2対3、いっちゃおう。あ、ここで、お、かけるが大将で挑んでいった。大将対大将の戦いです。さあこの腕自慢は大将を先にやられた方が負けとなってしまいます。ここで勝負がついてしまうんでしょうか。おっしゃ、お、ここでかけるがアタックスロット、どうだ。さあ名人は、よし、スキル、名人はスキル発動、かけるアタック、まずはかけるアタックが通るが、まだまだやられない、まだ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 。さあ名人ドラゴンインパクトで攻撃力アップ、アップ、さあ次の重い一撃が来るのか。よし、さあ2手目、2手目のじゃんけんは、おっ、ここで名人の反撃。さあ名人強いよ、かけるアタック900アップだからね。さあスキル発動、スキル、またスキルか、まあいいや。さあ再びこれで攻撃力をじわじわと上げていく。250、さあと大ダメージ4050、まだ耐えるか。こっちも攻撃力を上げていくぜ。お、かけるも攻撃力アップ、さあ行くぜ。さあお互い現代の攻撃で HP はだいぶ勝てるか。お、ここで名人のアタック、よし、いいの来い。だいぶだいぶ名人の剣士の攻撃力が上がっているから、これはだいぶ大ダメージが来るんじゃないか。8100、おっとギリギリ耐えた、ギリギリ耐えた。あと2700、まずいまずい、めっちゃ待ちょ、バーク、バーク、バーク、やばい、危ない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 、かけるの大将の目の前に。さあ行こう。さあ名人のお供信長が迫っている。さらにそこにナイチンゲールも迫っていく。来るな。お、ここでなんとか、お、先に自分の大将が追いつかれる前に先に名人の大将を捕らえましたね、かける。さあ武田信玄で勝負を挑みます。まずい、よし、まずいぞこれ。先頭取ったら名人でしょ。名人のアタックが決まる。さあどうだ、かけるはこれに対してスキル、さあアタック、さあ順調にお供を警戒していきます高橋名人。かけるは残り大将一人となってしまいました。そうですね。さあこれをかけるは守りきることができるのか。制限時間は残り20秒。さあ20秒以内に決着がつかない場合は大将同士の一騎打ちになるが、どうだ、かけるはこのまま逃げ切るつもりなのか。さあ名人が、名人が必死に追いかけていますが、かけるは逃げる、追いつかれるのか。さあかけるはスピードアップして逃げる。さあ制限時間が迫ってまいりました。6、5、4、3、2、1、ここでタイムアップ。さあタイムアップになりましたので、強制的に対象同士の一騎打ち、これで決着がつきます。 HP 的には圧倒的な差がついている。かけるアート一撃で撃破されてしまうかもしれないぞ。さあこの一手にかかっている、先手を取ったのは高橋名人。かけるはこれを回避できるのか、どうだ。まずはスキル、名人スキル、お互いにスキル。さあ名人のドラゴンインパクト攻撃力が上がって、さあ一撃が決まった。というわけでこの勝負、高橋名人の勝利。いやー、さすがの高橋名人、素晴らしい連打でした。今までお疲れ様でした。お、これはかけるに代わって名人が腕自慢スターになってしまうんじゃないか。逃げる、いや、いや、かけるどうだった、名人と戦ってみて。一回さ、ドロー出たからいけるという気がしただろう。そうそう、いけるっていう気がしちゃっただろう。これ次はいけるなって思った。その慢心だな。
いやー次はぜひ頑張っていただきたいけど、名人もどうでした今回やっ やってみて。いやーでもね、連打でね1回負けたのが悔しい。ああやはり1回ドローになったのがもうあれはありえない。ありえないありえない。いやでもそこからもう負けなしでしたから、さすがで、さすがといった感じでした。いやありがとうございます。じゃんけん弱くね今日ね。ちょっとすごいね。まあでもじゃんけん運も大事ですよ。さあ知力技力時の運ですからね、腕自慢は。いや全てを兼ね備えている高橋名人の素晴らしい戦いでございました。ありがとうございます。さあというわけでこの腕自慢スペシャルバトルは高橋名人の勝利でした。ありがとうございました。名人大きな拍手。腕自慢10本勝負の最終決戦は高橋名人との対戦だ。乞うご期待。